三沢寛一三沢寛一9月1日から1968年7月15日は、日本の文部、内務官僚、政治家、北海道札幌市長、山形県知事、島根県知事、札幌観光協会長、長野県上稲郡、沢岡村に、三沢八百吉の次男として生まれる。旧制松本中学、第一高等学校を経て、1九百七年、 京都帝国大学法科大学卒業。1908年11月、文官高等試験行政科試験に合格して、文部省に入省し、専門学務局属となる。文部省で4年間勤務した後、東北帝国大学事務官を経て1912年に29歳で、東北帝国大学農科大学の初代事務官に就任。法学講師嘱託もこなした。その後 宮城県理事官、広島県理事官、千葉県警察部長、兵庫県産業部長、宮城県内務部長、愛知県書記官、内務部長、福岡県書記官、内務部長などを歴任。山形県知事、名古屋市女役、島根県知事を歴任。1931年12月18日に、島根県知事を休職。1932年2月5日。 胃顔面本館となり退官した。1937年、札幌市長に就任。1945年、札幌市長を退任した。後任は、上原六郎。市長在任中は、1940年、開催予定であった、札幌オリンピックの開催返上、沿山町との合併、札幌飛行場の設置、函館市を抜いて、北海道内人口一位を、 史上初めて達成するなど重要事業を担った。他に札幌観光協会の会長、大日本体育会北海道札幌市支部長などを務めた。戦後、公職追放を経てから、その後帰郷して、品野宮法参会長となり、胸長新郎の検証を行った。ありがとうございます。